心は踊る千の丸の」皆さん、ご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は善玉金ちゃんたっぷり高うねのレイズドベッドを作りましたよ。以前金ちゃん農法のアリュー金ちゃんうねを作ったのですけれども、今回もアリュー金ちゃんレイズドベッドを作ってみます。この大金ちゃんうね作った時の動画は概要欄にリンク先を貼っておきますので、よろしければご覧くださいませ。で、今回はレイズドベッド完成すればこんな感じになるわけですけれども、去年ね、あのトマト栽培の時に使ったこのレイズドベッド再利用するんですけれども、今年は菜園の隅っこに引っ越してですね、で、まあ、あのアスパラガスでも植えて、定住させようと思っております。とりあえず解体していきましょう。変形防止のためにね、打ち込んでおいた鉄筋を抜いていきます。で、枠の方もですね、ガサッと抜いてしまいます。このアゼナミ板はね、あの柔軟性がある上強度もあって耐久性も抜群、1枚400円ほどなのでコスパも最高ですね。で、こういう感じで撤収完了です。では、次の住処はこちらでございます。特に何もしてなかった場所なんですけれどもね、ここにあの枠を復元いたしました。ボコボコをですね、土のボコボコをきれいにとりあえず一旦鳴らしておきます。こういう感じでだいたいきれいになりました。じゃあここにね、そこに段ボールを敷き詰めます。海外のね、この手の YouTube を見てたらね、なぜかですね、なぜか皆さん、段ボールを一番底にね、敷いてはるんですよ。で、これが、どんな利点があるのか、謎なんですけれども、とりあえず一回真似してみます。段ボールを敷くことのメリットをご存知の方はですね、ぜひコメントいただきたいと思います。まあ、雑草よけにはなる気がしないでもないんですけれども、きっと何かいいことがあるに違いないはずなんです。では、金ちゃんの方でおなじみの枯れ木や枯れ枝ね、竹は竹やぶでなんぼでも手に入るというか、ご覧の通りもうむちゃくちゃですわ。汚い、とにかく刻んだ方が良いそうなんですけれども、面倒くさいので、そのまま適当にドバッとガサッと入れていきます。このね、手に持ってる真っ黒の竹、これはね、カスカスになって腐った竹なんですよ。落ち葉と腐葉土を入れたいので、畑の横の小川の先にございます、このまあ、なんとなく川口探検隊みたいな感じで進んでおりますけれども、昔はあぜ道が通じてたんですけど、崩れてしまってですね、こうやって川から上陸することになってしまいました。綺麗な栗林だったんですけど、今はご覧の通り立派な放棄地でございます。落ち葉と腐葉土を一気にかき集めます。何十年も放置された未開の地ですね。ですので、上質な腐葉土はわっさわさ取り放題でございます。たっぷり放り込んでいきましょう。落ち葉と腐葉土まだまだいきますよ。まだまだおかわりおかわり。これね、こんな感じでいい具合に落ち葉と腐葉土混ざっております。で、これをですね、この上に土をかけていきます。特に これといったことはない畑の土なんですけれども、まあ畑耕す時にですね、堆肥やら何やらをもう使って何年も耕したいい土になってるとは思うんですけれども、ここからは邪道です。ぼかし肥料を入れます。金ちゃんの方は何も入れないんですけどね、せっかくぼかし肥料作ったのでね、適当にばらまいて、再び土を足していきましょう。これはもうね、どんどんね、追加していきますよ。ちょっとね、まんべんなく丁寧にね、やってたんですけれども、丁寧にやってたらキリがないので、もう最終的には放り込んでしまいました。もう一回しつこく
あの腐葉土入れていきます。で最終的にこういう感じですき込んでしまいます。で、ここはちょっと丁寧にいきましょうか。平らにならしておきましょう。でマルチをかけてしばらく寝かせるわけですね。でこの抜き取った跡地の方はねちょっとあの耕し直さないといけないですね。実はレイズドベッドアスパラガス植え終わりました。アスパラガスの様子はですねまた後日動画で報告したいと思います。ということで今回は、キンちゃんウネをレイズドベッドで、再現するというね、そういうことをやってみました。いかがでしたでしょうか。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価低評価コメントそしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。